ズルツバッハーンデアムルはドイツビュルテンベルク州レムスムル郡に属す町村である。この町はシュトットガルト地方及びシュトットガルト大都市圏に属す。ズルツバッハーンデアムルは自然地域区分ではシュバーベンフランケンの森に位置する。レーベンシュタイナー山地とムルハルトの森との間、シュバーベンフランケンの森自然公園内のムル川の北向きの湖に接する。 シュトゥットガルトの北北東約3 4トルにあたる。長域の高度は2 6 0ルから5 4 4ルの間にある。1871年のオーバーアムト文書のズルツバフハアンデアムルに関する記述は以下の文言で始まる南西向きに下ってくるシュピーゲルベルクのラウター川の谷と北から まっすぐに下るフィッシュバフハ側の谷のそれぞれが優美で緑鮮やかなムル川の谷に合流しかなり広くなった場所ポプラの林が絵のように茂る谷に大きな都市のような集落があるこの町の最大幅は北北西から南南東の約9キロメートルであるこれに直行する軸は8キロメートル弱であるズルツバフハは北と北東はグロースやラハ。 東と南東はムルハルト、南はアウエンバルト及びわずかな区間だけ、バックナング、南西はオッペンバイラー、北西はシュピーゲルベルクと境を接する。これらはいずれもレムスムル群に属している。1970年の市町村再編で、ズルツバッハはシュピーゲルベルク、グローセーアラハと共に自治体行政連合を形成している。またズルツバッハは、 ムルタール水連盟の加盟自治体でもある。この連盟の目的は、洪水防止である。草原と森に囲まれた主有ズルツバッハの他に、この町には17の小集落や家屋群が点在する、小集落、バルテンバッハベルビンケル、ブスホーフ、エッシェルホーフ、エッセンストリュート、ハーガー、ハレンベルク、イッテンベルク、クラインヘイヒベルク、ラウテルン、リーマンスクリンゲ、 シュライスバイラー、ジーバースバッハ、スベーレンベルク、住宅地、グロンバッハミューレ、ハンマー、ハーゼルバッハミューレである。この他に放棄された、集落ビュステミュールとアルテゼグミューレがある。出展、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベック1225年に、最初の文献記録が残るズルツバッハは、ローマ時代から使われていた重要な街道の道筋にあった。したがって、 ズルズバッハの起源はかなり古い。かつてこの集落は近隣のムルハルト修道院の霊園に従属的に形成された。集落名はサルズまたはサルズから派生したもので沼地または湿地を意味した。紋章には現在もかつてこの町を治めていたレーベンシュタイン博の死と地名の由来になったフィッシュバッハ川にちなんだ魚が描かれている。 この川の西側の小さな流域の上に洪水から守られたこの町の最も古い部分がある。目を引くウルイヒ協会の周囲にかつての防衛協会の施設の遺構ある。ズルツバッハは1504年にビュルテンベルクを上位支配者に仰ぐレーベンシュタイン伯領の一部となったが引き続きアムトズルツバッハフォルンスバッハの主流であり続けた。この町は1573年に 市場開催権を獲得した。これは今日も年3回の年の一と週ごとの市にその名残を留めている。1753年5月29日、大火がこの町の教会や町役場を含め当時の建物のに山を焼いた。被害を免れた建物はわずか62棟であった。1756年、新しい福音主義教会が完成した。 その約50年後に、ズルツバッハは、帝国代表社会議主要決議に基づき完全に、ビュルテンベルク領となった。1844年、フォルンスバッハが分離された。1867年のラウターエッグ上の売却により、レーベンシュタイン博は、その所有権を失った。ズルツバッハは、ビュルテンベルク王国で、初めは、オーバーアムトバックナングーに、 1934年からはバックナング軍に属した。1973年のバックナング軍開始に伴いこの町は新たに創設されたレムスムル軍に属した。ズルツバッハで最初の教会は1295年に記録されている。この教会はビュルテンベルク領の宗教改革に伴って福音主義ルター派に改修した。1875年に建造された。 現在の聖ウルリヒ教会は町の中心を成しており、かつては防衛教会として用いられていた。ローマイコールカトリック教会は第二次世界大戦後になって修道 L166 号線の北側に再興された。この他に新首都派教会や統一メソジスト教会もある。この町の町長はディーター・ツァーンである。 彼は2016年の町長選挙で87.7%の支持票を獲得して4期目の当選を果たした。この選挙の投票率は65.4%であった。ズルツバフ派アンデアムルの町議会は14人の選挙で選ばれた議員と議長を務める町長で構成されている。ラウターエック上ズルツバフ派は牧歌街道沿いに位置している。ラウターエック上は 水木で、レーベンシュタインハクがズルツバッハを通る街道の安全を守るために建設した。この城が現在の姿になったのは16世紀の第三四半期である。砂岩の霧石で作られたどっしりとした株構造、格闘の姿、円形アーチの入り口はより早い建設時期、おそらくは13世紀を示している。良好な状態で保存されたこの上官は、 かつては水堀を備えた環状壁で囲まれていた。この城は2008年と2009年に徹底的に改修され近代的な設備が備わった。例えばエレベーターやズルツバフ派の新しい結婚式場などである。二つの住民ホールとキッチンも近代化された。1985年に建設されたヤーン通りの体育館は ベーニッシュパートナーの設計で多くの建築賞を受賞した。ズルツバッハ駅鉄道バイブリンゲンシュベービッシュ、ハルヘッセンタール線のズルツバッハ駅には平日は1時間間隔で、シュトットガルトバックナングシュベービッシュハルヘッセンタール、及びクライルスハイム、ニュルンベルクを結ぶレギオナルエクスプレスが発着する。週末と祝日には、シュトットガルトシュベービッシュハルヘッセンタール間の レギオナルエクスプレスがバックナング始発に置き換えられる。同じ路線の旧シュライスバイラー駅は廃止された。鉄道の他に、ムルハルト、シュベービッシュ、ハル、ビュステンローと、バックナング、シュトゥットガルト、ハイルブロンへのバスも運行している。ズルツバッハは、連邦道 B14 号線と、修道 L166 号線との合流点に一致している。は、この付近では、 国家街道の一部を形成している。1900年に設立された建築用木材製材所はホイサーマン企業グループの木工部門となり、1976年から2010年までこの町でもホルツラント SHZ の商標で運営していた。2010年にタイタン特殊車両も本社をズルツバッハ製造所に移転した。 1865年から1986年までビール醸造所ズルツバッハアドラーブロイがあった。ズルツバッハには養護学校1校、実家学校1校、ベルクレアル修レを含む基礎家庭、本家庭学校1校がある。レムスムル軍は言語治療幼稚園を持つ言語治療学校の分校を運営している。この他に福音主義教会の幼稚園が2園。 ローマイコールカトリック教会の幼稚園が一園ある。ズルツバッハには1985年に建設された体育館、ソウロを有する天然芝、人工芝の広場、陸上競技場施設がある。ベルクレアル州ではドイツ内でもバーデンビュルテンベルク州特有の学校形態で本家庭学校の第9、または 第10学年終了の生徒から選抜で、第10学年以降の中等教育クラスに進学できる制度を呼びその過程、スタタスティシャスランディゼムットバーデンベルタンベク、ベボケルウングナウハナッシュナラタットウントガッシュレッシュと、AM31 デトセンバ2020ネイチャーラウムバーデン、ワーテンバーグス、ランデスンスタウルトフュアムウェルト、メッスンゲーウントネイチャースフッツバーデンベルタンベク、 シュトゥットガルト2009ワスサーバーバンドマートルスタットマーハート2018年11月4日閲覧ダスラントバーデンベルタンベクテイユ BD3 レイギルウングズベイトサークシュトゥットガルトレギローナルファボントミトラーネッカーシュトゥットガルトコールハマー ISBN 978から3から17から004758から7 フラッシュサイト1996ナウハトツフリーチャー、テてんスタタスティシャスランディゼムットバーデン、ベルタンベク、サルズバックアンデアマー。2018年11月4日閲覧。バーガーメイスターウォルインサルズバック87、ナナプリトセントフィアディーターザーン。シュトットガルトナキルートン、で、https、www. シュトットガルトナハリヒテン、で、 インホルト、バージャーメイスターウォルインサルズバックマイナス87から、7プリトセントフューエルダイエッターザーン、403エアーエロクシー 39A-4438 から 9D99B05F5F86C767HTML2018 年11月5日、閲覧。ジェミン・ラッツェワーラン2014、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン。 ベルタンベク、サルズバック・アンデアマー。2018年11月5日閲覧。ハウスロモン、ウーバー・ウンス。2018年11月6日閲覧。SHZ、ホルズランド・シュリアスト・ツーム・ジャ・ラゼンド。BKZ オンライン。 https://www.bkz-online.de スラッシュノードスラッシュ2079882018年11月6日閲覧。インターネマン、タイタンスプリルファルチェジア GMBH、タイタンスペシャル、トラックスコーポレーション、スプリルファヘベオサルズバック、まあ。2018年11月6日閲覧。ありがとうございます。